なんか外しちゃった。はい、お待たせしました。こっちから出発させていただきます。お願いします。はい、こんにちは。大阪からですね。はい、うどん県、それだけじゃない立民公園にね、ありがとうございます。またこの和泉芸春丸にご乗船いただきますね。重ねておりますね。さて、今から参るところはね、立民公園の一番見どころと言われる南の池南港に向かって参ります。江戸時代の小江戸を見ますとね、南港の池の上にはお殿様がね、船遊びされた絵が描かれそうですね。まあ、それにしちゃいまして、この和泉が流行しております。お客様もね、お姫様気分で南港一番美しい船遊び、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。この公園はですね、100年余りの歳月をかけて作り上げているお庭でございます。ちなみに地元の豪商佐藤造駅から、そして自己待ちかまさに続いて、そしてその後に入ってきたのが水戸光圀公のお兄様ね、松平頼重公がこれ高松藩に入ってこられ、このお庭作りね、始めましてね、完成されたお庭でございます。その時の名前はね、立林荘またはお囃子と呼ばれておりました。しかし明治に入りましてね、太政官府に基づいてね、多くの人が集まる場所を公園ということで、この公園が明治8年3月16日にね、県立公園としてスタートして、今日に至っております。庶民の橋は、春を迎える橋、芸春橋と申します。もちろん橋の下をくぐっていきますのでね、少し頭の方を注意していただきたいと思いますけど、まず大丈夫です。橋をくぐりますと、いよいよ南の池、南港に入ります。日頃の忙しさ、騒がしさを忘れ、江戸時代の日本情緒豊かな風景をね、上の上からゆっくり鑑賞していただきたいと思います。はい、行きまーす。綺麗な。はい、これが南港でございます。花鳥風月。自然の美しい景色を船の上からゆっくり鑑賞していただきたいと思います。南港は園内ね、6つある池の中で2番目に広い池であります。広さは7890平方メートルあります。また南港の池の上にはね、こういった3つの島と4つの岩組を形成した石組まい、これらも随時紹介していきたいと思います。はい、それではまずね、紹介したいと思います。船の正面奥に大きいアーチ型の太鼓橋、これが円月橋と申します。長さは 17.5 メートルあります。橋脚は水に強い栗の木で作られております。その他はヒノキの材料で出来上がっております。こういった橋もね、やはり耐用年数がありますね。20年と言われております。最近では平成13年3月にね、架け替えられております。その時の工事だけでもね、3300万ほどかかっております。おかげで香川県お金がありません。これは宝くじの宣伝販売事業の方からね、使わせていただいて架け替えられております。また橋の右奥の方にね、水が流れている場所がありね、この場所は吹き上げと申します。完成時代にはあの奥から水は湧き出ておりますけど、現在はね、井戸を2カ所からポンプで1日1800トンの水を6つの池に放り込んでいます。そしてあの水はこの島で一度も買ったことはありません。水の源の場所でございます。あ、次は左側ね、左側見るともう完全な冬景色、パパがついてらんね、何の木かわかる？浮きに皮がついてらんやろ。猿も登れば木から落ちるという猿すべりの木がずっと上がっております。春滑りは別名百日湖と申しましてね、花の咲く期間が長いですね。ですから夏の彩りを飾ってくれる春滑りの木がずっと植わっております。もちろん花の色はピンク色でございます。はい、次は右側一番目の島、これが時計所と申します。時計とはさつき、庄は島というさつきの島とも申します。最近特にね、女性の方に人気のある刈り込みはやはりこの真ん中の刈り込み、5月ですねから6月にかけても綺麗なピンクの花が咲きます。その時に鮮やかなね、ハートマークの形が浮かび上がります。このハートマークを名付けて、恋つつじと名付けます。7本のさつきでございます。上から見ると形がはっきり分かると思います。それでもね、若干分かるかなと思います。はい、続いて今度は左側ね、橋の真ん中奥を見ますとね、松がたくさん植わっている場所が見えますね。はい、この場所が平井峰と申します。少し見にくいですけどね、
右からずっと上上がって左まで見ていただきますと小さな富士山の形をしているんですよ。頂上には多く石を置いております。高度を防止する目的もありますけどね、富士の雪をイメージしてあの石は置かれているというふうに言われております。あの頂上から眺める景色は園内最高の場所というふうに言われております。実現公園紹介する絵はがきポスターとは多くね、あの頂上から写している写真を利用させていただいております。ね、時間があればぜひ、ね、登ってみていただきたいと思います。依頼法と申します。はい、続いては奥にあります大きい山が見えてまいりますね。これが先ほどの紫雲山と申します。紫の雲の山と書かれて紫雲山。絶倫公園はやはりこの山なければできなかったというふうに今日まで言われております。この山は国営林でありますね。関門手前だけ絶倫公園がお借りしているよ。借景といわれる庭の一部として存在している山であります。はい、次は左側ね、橋の左側の岸の上にもね、松がたくさん植わっております。一番手前の松もね、200年ほど松、黒松、冠松となっております。もう一本は湖をかぶさる形をした投げしの松も一本あります。ね、ここは小高い丘、観賞湖という丘の上に自然松を植えている場所であります。はい、次は正面に見えてきました2つ目の島、これが天女と申します。天女のように美しい島とも呼ばれております。真ん中には香川県の小豆島の豊島市、隠れ業界岩でできた石泥、五重の塔がそのまま残っております。屋根が5つあるから五重の塔ね、仏塔の1つ上から行きますと1段目は空、2番目は風、3番目は火、4番目は水、5番目は地、こちらを出しております。またよく見ますと1段目の屋根の下には丸い穴が開いてるんですよ。2段目は三日月、3段目は見えませんけど丸、4段目も三日月、太陽とお月さんを表現しております。5つの世界を表現し仏教的な宇宙観を表している塔とも言われております。こういったによく似ているのが五輪塔ですね。三角形丸、三角形丸ね、だと思います。昔はね、これらは一般の方はなかなか建てられなかったね。お寺から村は薄い板を建てらしとった。あの薄い板が外場というんです。外場の板もギザギザ5段階になってるね、よくわかると思います。右の綺麗に枯れてる地域ね、こういった木はね、お隣の和歌山県の県木なんです。ウバメガシと申します。焼肉等に使う炭、微調炭に有名なウバメガシと申します。そして一本だけ大きい木があるやろ、ね、これがヒノキ科の息吹の一種であります心拍の木と申します。これ心拍の木はですね、昨年の2月にですね、13年ぶりに剪定をしております。ですから中身そっくり見せております。枝とか幹はですね、人間のシャリ、骨を表現しております。要鳥獣の少女の木であります。また1年、ね、2年ぐらいしたらもう中身潰れてしまいます。これで大体260年ほど経って、ね、心拍の木であります。女性の方はあんまり人気ないかと思いますけど、植木鉢に植えてる盆栽でもなくてね、なんとなく枯れてる木がありますね、枝とか幹、皮むいて真っ白い発酵してある、あれが心拍の木、盆栽で最近ブームになってると思います。さあ、貴重な景色というのから、この南高の中に梅が植わっているのは正面の左側、こっち、この一本だけですが、梅の木はこの梅の木の名前も普通の名前でございません。ガリュウバイと申します。ガリュウバイ、わかる？ガリュウ、わからんわな。ガリュウバイのガはね、大臣の人格やろ、人の横に人間の人を書く、それもガと呼ぶ。リュウはリュウね、バイは梅ですからね、ガリュウバイと申します。ガリュウバイという、ね、梅の木はですね、枝がね、地上を這うような形しているのがガリュウバイというふうに言われています、ね、これも3代目のガリュウバイでございます。国の天然記念物があるのは鹿児島にあります。立派な500年余りのね、ガリュウバイの木が植わっております。はい、次は右側の島が風所と申します。楓の島と書いて風所と申します。楓の木が25本植わっております。完全な冬景色でございます。そして左側の騎士が風雅と申します。完全な冬景色、楓の騎士と書いて風雅と申します。しかしこの場所はやがては素晴らしい新緑が鮮やかに咲き、ね、見えます。色は何色、萌え木色と申します。鮮やかに
米にも映ります。また秋が来ますと真っ赤な紅葉がこの米を染めてくれます。素晴らしい色を表してくれる一つの場所です。まあ、立命館も平成13年から秋のライトアップを行っておりますけどね、まあ、多くの方が集まる一つの場所でもあります。はい、続いて今度は船の正面奥の方にね、大きい松の木が一本だけポツンとありますね。これが大正天皇が皇太子の時にね、明治33年ね、1833年かね、その時の皇太子の時に置いてた時にね、お手植えされた大正天皇のお手植え松でございます。大正天皇は小さい頃から体が非常に分かった関係でね、この松は一度もハサミを入れておりません。自然松で大きく育っております。まあ、大正天皇のお手植え松はこれですけどね、あとは子供たちですね、昭和天皇、秩父宮殿下、高松の宮殿下のお手植え松を植わっております。これはまあ整理しておりまして、これだけは自然松で大きく育っております。そしてその左が南港の水を調整している水門ですね。これで調整しながら奥にあります聖湖の方に水を流しております。そしてその奥が立命公園の発祥地、ね、場所でございます。正座という小高い山の石の逆実行を発しております。すぐそこですから、また時間があればね、回ってみていただきたいと思います。そして正面に見えてきました屋敷、これが歴代のお父様がこよなく愛したお茶屋、菊月亭と申します。水を菊すれば月が手であると、ね、両手で水をすくうたら手のひらにお月さん、ここから名が付けられたというふうに言われております。江戸初期からの建物、今日まで存続されている屋敷であります。この屋敷はですね、周りは全て雨戸なんです。雨戸128枚、受け締め大変なんですけど、その時使うのはね、一番手前の角角の柱ね、この細い棒が一本一本立ってるでしょ、これを玉鷲棒と申します。これを使うと雨戸が直角に曲がります。さあ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 といきます。128枚の雨戸を8つも登録されます。障子も何十枚あります。障子も144枚あります。畳も160枚引いてます。部屋数も19割、正面奥左が茶室であります。一番手前の部屋は、ね、昔とは低く押さえておりますからね、屋形船に乗った雰囲気を味わいながら南湖の景色を見てもらうように出来上がっております。この屋敷の向こう側には山水地、綺麗なお庭があります。これはお茶を飲みながらそこの景色を見てもらうようになっていますからね、またこの前向こう側を歩いていただいたらよくわかると思います。まあ、ちなみにこの部屋まで抹茶と和菓子で700円かかります。もし入る場合は乗船券見せたら200円だけ割引になります。500円で入りますので、時間あればね、こちらを飲みながら向こう側の景色を眺めるように出来上がっておりますのでね、まあ、入らんでも表歩けますから大丈夫と思います。時間あればまた覗いてみていただきたいと思います。また大きく極めてまいりましたよ。これが値上がり御用松と申します。徳川十一代将軍家成公から松代が九代藩主頼朝公にね、1833年参勤交代の時に盆栽でね、賜った木を地上に植えたところ、現在これを大きく育っております。高さ8メートル、右は 3.5 キロあります。よく見てもらいたいのはやはり根元なんですね。雨風等で土砂が流れてしまって根元がタコの足のようになってるね、この部分が実は黒松なんです。そこから上が紅葉松ですから、もらってきた盆栽は追記でございます。根元の幹の皮と上の幹の皮は全然違うでしょ、陸がね、分かると思います。黒松のおかげで大きく育っておりまーす、ね、根こそぎですね、もう桜足になってまーす。向こう側から見るとよく分かると思いまーす。また正面奥の方にもね、松がたくさん植わっております。海岸縁の松林を表現した渚の山初段と申します。園内松は1400本ほど植わっております。その中の1000本は職員が一本一本順番に手入れしております。松は百木の長、庭木の王様というふうに言われております。これ、今のこの船の前手の前手の時に、この石の上にね、亀さんが大きく上がってきとったんやけど、船が隠れたな、まあ、園内亀もだいぶおります。日本亀でなしにスッポンがメインです。スッポンさんは背中がね、真っ黒、甲羅が割れてないからよくわかると思います。スッポンがメインであります。その前はね、まだまだ購入中でございます。また下がと入ったら、肉になったら出てきます。はい、続いて今通ってきた天皇との正面が右側ね、これが正面になります。右から左、左から右、たくさんの石を配置しております。むしろ天理城のお得に石を配置しております。
両脇には石段もそのまま残っております。歴代のお殿様も船に乗ってこられ、赤い鳥居の柱に岩つけて石段を登り、てっぺんには弁財天、弁天さんが待っておりますよね。当然お参りしたと思います。先ほどの心拍の木、高松、黒松も植わっております。黒長寿の樹木も植わっております。そしてこの島には鶴と亀がおるんだよ。昔から大事にされた鶴と亀、ね、鶴の鳴き声は遠く届くということで、あの声は天まで遠くだーって。亀は亀の背中の甲羅の六角形を見ると、かなりいいこと起こるぞーということで、吉兆吉兆の扱いで大事にされた動物と配置しておりますよ。おりますかそう、じゃあ、あから分かりにくいですね。はい、カメさんは分かってくるかな。え、まだそこら辺ほらよカメさんは2段目、背中は割れて甲羅な形、頭は上向いております。あ、そうか、向いてるとこ上の赤松なんです。あ、赤松の根元も相当曲がってますよ。そして上に伸びてる枝はね、鶴が羽ばたくイメージを表現しているというふうに聞いております。そうすると鶴千年、亀万年という話になります。まあ、分かる人は分かる、分かりにくい人は分かりにくいと思いますけどね。そういう話になっております。こういった釜石を引いてますけど、こういった部分はスハーマと申しますね。大海の海にはね、風とか波によってね、砂が集まる場所をスハーマと申します。はい、そして今度はですね、今通ってきたところ、もう一回ね、後ろ振り向きますのでね、ちょっと控えてみましょう。松林所在池の真ん中の千里の神奥に上がり越えます。九月で水門左は口を手まいります。絶対でございます。まあ今現在ね、鯉はね、750近くの鯉が泳いでおります。で、相当あちこちで散らばってね、まあ、現在もう鯉の餌やってないですよね。12月から5月までは餌やり中止ということでね、ちょっと鯉の泳ぎ方もおとなしいもんです。よしよし泳ぎおります。こういうやりだしたらもう慌てて止めて走り回りますで、お客さんが餌くれるからもう楽しみで走り回りまあ、これもね、これも大体ね、予算は2200万余りかかってるんですね。これもすべてグランドファイティング9例ね、買っております。はい、そしたら走り回っていきましょう。はい。鳥の大きいミサゴイを知ってる。ミサゴ、ミサゴ上の方に飛んで一気にターンと飛ぶやつね。これが狙い鯉よ。鯉は食べん、鯉は捕まえんと言うけどね、わからないですけどね。しかも前後には3匹が舞い、池の周りずっと舞いながら一気にターン近くの意外とも近くのやつだけど、何を狙ったかわからない。鯉ではないと思うよ。ミサゴイは食べんと言うんですよ。わからんだよね。もうやられたら大変ですからね。カワウなんかも来ております。カワウはこれはオケよ、食べんからね。要は口の中入らんから。アオサギとかね、いうやつは小さい魚をね、狙って食べます。カワセミもおります。カワセミはもう熱心な人は、カワセミは一日弁当持ってきてからもう座り込んで本気してね、食う人もおります。相当熱心な方もおります。はい、ここら辺りはちょっと静かな場所でね、魚介と申します。僕の方がね、北湖、ね、北の湖になっております。続いております。はい、はい、あっという間でございますけどね、まあ、ここら辺りでね、終わらせていただきたいと思います。お時間の短いでね、ゆっくり見ていただきたいと思います。特に平湯を上がってね、池の周りを回っていただいて、まあ、
先ほどの木笛手のお茶室の前も通っていただいたらね、うんうん、いいと思いますので、ね、時間があれば来ていただきたいと思います、はい、それではね、皆さんさせていただきます。はい、こちらまで、今前と後ろロープで停止は、ちょっと待てよ、さっきの。